常年司チャンネルニュースの虎がば、ガオー。今日のゲストはカリスマ投資家であらせられる吉田渚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日内容面白かったらぜひ高評価のチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、拡散もお願いします。はい。ということで、今日はね、もう結論的に言います。はい。すごい本に出会いました。おじゃーん。安倍晋三さんの、はい。安倍晋三対財務省というですね、こちらの本ですね。はい、財務省ですね。はい、これです。書いたのがですね、元、産経新聞のお二人ね、田村秀夫さんと、石橋文夫さんが書かれたこの。石橋先生ですね。はい。八重洲イブニングラボでもおなじみの石橋さんですけど、はい、いや、すっげえ面白かったです。いかがでした？どんな内容なんですか？いや、なんかね、もうディテールがやっぱ、石橋さん取材してるし、安倍さんからもなんかいろんな相談受けたりとかしてるので、なるほど、あの件こうだったのかっていうのが嵐。おぉ。ですね。そうなんですね。うん。検察人事でさ、なんか騒いだじゃん野党が。はい。あれとかもなんかもう全然論点違ったんだなと。そうなんですね。詳しいところが書いてあるんです、ね。そうそうそう。まあ、同い年なんだけど、生まれ月の関係で、はい、なんか一個上一個下になってる二人がめっちゃ仲悪くて。ああ。で、それなんか調節しようと思って、はい、法務省の方からこうしてくれって言ってきたのを、菅さんが飲んで、やったらしいのね。はい、官房長官のね。はい、当時ね。で、それをなんかこう、なんか、安倍が逮捕されるとか言ってなんか、安倍が逮捕されそうだから、安倍が検察人に手突っ込んできたとかなんかもうむちゃくちゃなこと最後から言ってたんですけど。大変なことになってますね。全部、違うじゃん、みたいな。もう全部こう証拠が。取材されてますからね。取材されてるんです。はい、で、あとね、まあ、財務省がやっぱ岸田さんをすげえ囲い込んでたっていうのもわかるし、はい、安倍さんにさ、ほら、なんていうの、こう、盾つくようなさ、アベノミクスを否定するようなさ、はい、財政破綻論文書いた矢野さんって、次官いたでしょ、はい、あの人はでもなんか、菅さん、安倍さんにめっちゃ世話になってる人で。そうだったんですか。そう。で、あの手のひら返しで結構安倍さん怒ったんだって。はい、これは財務省の俺に対する宣戦布告かみたいな感じで、はい。そう。でね、なんかね、財務省ってね、番記者ならぬ、番官僚みたいなやつがいるんだって。はい、そうなんですか。番官僚ですか。これはと思うやつにね、つけるんだって。で、番官僚は、ついてる政治家が出世すると、はい、そいつも出世するんだって。そんな一緒についていけるんですね。そう、もうそういうのの嵐もめっちゃ面白かったこれ。もうそういう構造があるんですね。そう、財務省の中でそのね、奥の院のそのさ、はい、まあなんか中で何が行われてるか、はい、ね、こう、まあ人事も含めてさ、でそういうのこうなんかどうなってるのかって知りたかったら、これ読むのが多分一番早いです。そうですね。はい、もうめっちゃ取材されてるし、っていうか当事者知ってんだもん。そうですよ。直に聞いてらっしゃいますからね。でね、なんか石橋さんって勝英二郎さんとすごい仲良かったらしいんです。はい、そうなんですか。はい。でね、なんか安倍さんにね、その勝さんのとね、まあなんかちょっといろいろ、まあこれちょっとね、佳境に入る話が多分次第ですけど、勝、はい、さんにちょっと頼み事されて、安倍さんから。はい、で、その勝さんにこれどうっていうのを聞きに行くみたいなのがあって、はい、で、それをだから勝さんは拒否ったんですよ。で、そっから安倍さんと勝さんちょっとこう、悪くなったりとか、なんかそういう、もう、引きこもごもの、引きこもごもっていうか、こうなんか、離合集散と、なんつったらいいんでしょうね。こう人間のこの感情の、こう、動きが、いろいろありまして。で、財務省がだからどういう仕組みかっていうのも、これですごいよく分かったし。まあ、八重洲イブニングラボでもおっしゃってましたよね。時間のシステムっていうのは、1回は、いやもう言えない言えない言えない、ここまで、これはもうこれ読んでもらった方がいい。そうですね。いや、ほんと面白かった。私も読みたいです。あ、読んでいい、はい、あ、じゃあこれ読んで、どうぞ。俺読み終わったんで、お願いします。ありがとうございます。今度石橋さん来た時、八重洲に、はい、来年また石橋さんに来てもらうんで、八重洲に。あ、楽しみです、ね、そう、その時サインでももらったらいい。あ、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。あ、でも俺に憲法されたもん、なんで吉田さん持ってたみたいな話なんで、俺に返してください。そうします。はい、読んだらお返しします、はい、そうなんです、はい、なのでもうこれほんと面白くて、いいですね。なんかさ、ほら、財務省って怖いじゃん。そうですね、何やるか分かんねえしさ、はい、なんかこうね、なんかちょっと一応ほらね、秀才が多くてさ、はい、小ずるいやつらがさ、そうなんですよ、ね、もう全力でなんかこうね、こうね、口八丁手八丁で、はい、なんかこう、ね、いろんなことやってきそうだみたいな感じでしょ、はい、なんですけど、いや実は、あ、そうだったのか、書いてあるんですね、ここに書いてある。だからその増税をね、はい、その最初スルーしちゃった件から、はい、増税を2回延期した件から、何からいろいろ書いてあったし、あとその麻生さんの役割ね。ああ、役割も書いてあるんですかね。うん、なんか麻生さんは、はい、財務省の言いなりになってるみたいなこと言う人いたんですけど、はい、全然違うんですよ。違ったんですね。違うんですよ。麻生さんはやっぱほら、最近だってさ、はい、台湾有事のこと結構国家間の争いしてるでしょ。そうなんですよ。そう、なんで麻生さん結構分かってたみたいな。おー。まあ、ただリフレ派というほどまでは、
ね、はい、ないんですけど、まあでも財政支出がとても大事だということはよくお分かりだったみたいで。なるほど。うん、でその麻生さんがいたからこそこう財務省と戦えたっていう部分があってさ、はい、そうなんですね。そういうのも深いですね。深いのよ、ちゃんと深い。結構俺も誤解してたなと思って、はい、これ、まあ石橋さんからいろいろお話聞いてましたけど、本当細かい部分で、あ、これこうだったのかとか、はい、あと日銀に関しての話もね、田村さんがほら聞き手なんで、はい、すごいいっぱい書いてあって。気になります。もう読みたくなっちゃいます、ね。でね、田村さんのね、話結構良くてね、はい、80年代のアメリカのあのプラザ合意から、それ以降のね、こう、協調介入の話とか、はい、あの時ね、田村さん日経の記者で、ワシントンにいたのよ。なるほど、取材をされていたんですね。そうそうそう。で、なんか結構なね、あの向こう側のその担当者の要職の人とかとも、はい、あの、そのなんか、探り入れられるような立場。だから当時ほら日本ってすげえ力あったから、はい、アメリカがだからほらドルがね、高くなりすぎてるから、だからドル安にするために協調介入とか言って、まあやってたもんね。はい、で、それをこう協調介入するのにあたって、いろいろこう日本側の世論にも影響を与えたいので、はい、日経新聞になんかこんなこと書いてあるみたいなので、なるほど。で、こう、こうどうなってんだとか言って、こう資料とかバーって見せられて、はい、お前どう思うみたいなこと、やられるみたいな話とか、うわ、そうだったんだみたいな。意見を知りたいんですね。そう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 。で、なんか、行天さんっていう、官僚ね、はい、結構、まあ、役所外してた、なんだっけな、まあ、いるんですけど、はい、その、行天さんが、そのプラザ合意の時かな、はい、いろいろご活躍されるみたいなところもあって、はい、行天さんのね、息子さんがね、確かね、オペラ歌手なんですよ。あ、そうなんですか？あのね、二度ほどお会いしたことがあります。あの、浜田先生の卒業を祝う会というのがありまして、はい、その時私実は司会をやったんですけど、おー、はい、司会をやったんですけど、はい、その時に、あの、浜田先生が CD デビューしたのね。歌を？え、違う違う。あ、歌ではないですね。浜田先生、作曲が趣味で、クラシックの音楽を書くんですよ。素晴らしいですね。そう。でね、一個ね、まあ、だいたい歌入ってるの。で、その歌をその行田さんの息子さん、並びにその仲間たちが、歌ってくれるっていう。すごいメンバーですね。はい。あの、インストルメンタルの曲もあるんですけど、結構歌が、歌詞が入ってて、ちょっとなんか昔の童謡みたいな歌詞が入ってるんですよ。聞いてみたいですね。北原白秋みたいな詩があってさ、その多分、あの、浜田先生が、その詩はなんか元々ある詩をつけたんだと思うんですけど、はい、曲は浜田先生全部書いてるってやつあって。すごいです、ね。そう、そんで、その行天さんのお父さんね、は、実はその80年代大物官僚で、アメリカ側とそのプラザ合意とかいろいろ調整やってみたいな。ここにも載ってらっしゃるんですね。それもすごい書いてあって、なんか経済史の本としても全然読めます。田村さんの話はそういうちょっとね、はい、結構あの、今だからこそめっちゃ参考になる話。なるほど。あの、まだインフレだった頃の話なんで。はい。そうですよね。これからインフレですか、ね、そうそうそう。まあ、これからですが、もうなってるんですけど。もうなってるんですけどね。そうなんですよね。その頃の話が書いてあるので、はい、だからほらね、うちの AI スイミングラボでもほら、竹中正春先生。はい。竹中正春先生も80年代、まあ、ちょうどこの、田村さんが日経の記者で、ワシントンにいる頃に、はい、竹中先生はニューヨークで為替のディーリングやってたという、こういう貴重な経験をお持ちの方もですね、はい、知見が今このねインフレ経済になって役に立つと。そうなんです。30年前、40年前の知見が、はい、40年前か、40年前の知見ですよね。今必要ですよね。今必要なんですよ、はい、まあ、そういうのがね結構あって、まあ安倍さんのそのまあ、その財務省との戦いという面とですね、はい、もう一個そういうなんていうの、日本の通貨史、はい、もうね、あの、なんていう、生き証人なんで、田村さんともね、はい。そういう意味でですね。歴史は繋がってるんですね。そうなんですよ。大変参考になる話でね。あ、なるほど、安倍さんそう考えてたのか、とかね。あの、アベノミクスは一体誰が教えたんだ、みたいなね。いろんな人、ね、いろんな人が俺が教えたってんですよ。山本幸三さんとかね、高橋由紀さんとかね。はい、ね、あとあの、まあ、いろんな人が言ってんですけど、はい、まあ、一応、石橋さん、曰くっていうか、まあ、田村さんも、まあ、ほぼ一致したんですけど、まあ、やっぱ本田悦郎さんじゃないかと。なるほど。ね。はい、本田悦郎さんが、まあ、あの、中心になって、で、まあ、岩田先生とか、その辺と繋いで、まあ、そのアベノミクスっていうのが、まあ、その深い理解とね、まあ、アベノミクスの元になる、その、経済学に関する、理解がですね、まあ、進んでいったのではないかと。いうふうに、言っておりましたが、はい、まあだから、まあそうなんですよ。本田さんが先生というより、本田さんがいろんな人を繋げた。はい、で、まあ繋げたのが今名前出したような人も、まあみんな入ってるんですけど。いろんな情報が入ってくるんですね。まあそんな感じです。そう。安倍さん自身は本当になんか、僕なんかよりもよっぽど詳しいんじゃないかって思う。精通されてますから。そうなんですね。すごいです、本当に。うん。で、本当ね、だから、面白い本だったんで、はい、もう1日で、もう2、3時間でもう読んじゃった。早いですね。すっげえ面白くて。もう2時間ぐらい本当に、はい、うわこれ面白いと思って。おー、じゃあ今夜2、3時間で、あー2、3時間でちょっとあのあれです、80年代のその、はい、なんかプラザ合意の話がちょっと難しいかもしれないですけど、なるほど、時間がかかりますね、はい、でも石橋さんのこの証言はですね、とっても貴重だなと。そうですね、うん、なかなか裏を覗けないですからね。そうそう思いましたんで、はい、これね、あの下に URL つけとくので、はい、ぜひねちょっとお買い求めいただいて、はい、これもうね Kindle になってます、すでに。あ、なってるんですね、うん、あの同時発売みたいなんで、はい、あのよくねこの紙の本で出ると Kindle いつですか
やつが聞いてる。もう Kindle になってるよ。Kindle になってるよ、買ってよ。はい、ねえ、ということで。安倍晋三対財務省、ね。財務省というこちらね、はい。ぜひお買い求めいただけるとね。まあ、今なら半額とかないんですけど、はい、特に。特にないんですけど、ぜひね、これお読みいただきたいなと思いました。はい、そうですね、インフレで。もうね、バンバンこれ読み進めていけると思うんでね、はい、ぜひ読んでください。ということで、この本実は、石橋さん、ご本人から、著者の石橋さんご本人から、今度送っとくからって言ってご敬蔵いただきまして、石橋さんありがとうございます。ありがとうございます。また来年ぜひね、リアイスイブニングラボの方にご登壇いただければと。お待ちしております。来年選挙ありそうですね。ありそうですね。皆さんね、はい、ぜひまたちょっと語っていただきたいなと思っております。はい、ということで、これ買ってね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日の内容ね、面白かった人、ぜひですね、高評価のボタンね、チャンネル登録、はい、それからコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、ぜひね、拡散を。共有をお願いしますね。それから、私を応援してくれる方、Thanks ボタンで応援していただいてもいいんですが、はい、この動画の中で何回も出させていただいた、はい、八重洲イブニングラボね、はい、私のオンラインサロンでございます。月に1回講演会と、1日2通のメルマガという、ね。すごいですよね、盛りだくさんなんです。1日2通メルマガ出て、月1で講演会、ゲストなんでね。で、その講演会の司会はなんと、吉田さんなんです、ね、お待ちしてます。はい、ということで、はい、まあ、鳥久の社長の全面協力を得てですね、はい、やらせて、あ、鳥久の社長も会場にいるんで会いますね。そうなんですよ。そうそう。いっぱいいろんな人いますんで、はい、はい、ぜひ皆さんお越しいただければなと、はい、いうふうに思っております。ということで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもー。